美女格闘家の山崎桃子27が15日自身のツイッターを更新。50代男性から暴行被害に遭ったことを写真付きで報告した。山崎はやばいことが起きたんだけど、コンビニ行ったら酔っ払いの男50代ぐらいに突然絡まれて車を蹴飛ばされたので警察に通報したら、逃げようとしたから止めたら髪の毛引っ張り回されてビール瓶ぶり回されて殴られて今警察。こんなことある？何よりそんな状況の中動画撮ってるやつがいたのも世も末と、額の傷と片目にできたあざの画像を調布してツイートした。事件の数時間後、ご心配をありがとうございます。網膜裂骨？網膜剥離？網膜に穴が開いてしまってるみたい。やす大きな病院で検査すると目を負傷していたことも明かした。ファンからは山崎を心配するコメントが相次ぐ中、被害者にも席割らず誹謗中傷を書き込むユーザーがいることに、私がどんなに弱かろうと女だろうと格闘技やってる人間として一切手は出しませんでした。ただ酔っ払ってるからと人の車をいきなり蹴飛ばして許されて良いわけないと知って警察来るまで抑えてただけ。それを50の酔っ払ってる親父を倒せない方がおかしいと言ってる人に驚き、そんな奴に賛同も求めないけどとコメント。さらに、あ、待って、犯人は捕まってます、私が抑えてたから警察し来るまで、書き方が悪かったですね、すみませんと容疑者は逮捕されたと説明した。